もうバキバキでいきますよ、僕。これもう回ってます。全然バキバキでいいですよ。はい、はい。はい。すいません、ちょっと、夢中で YouTube 見てしまってて、あ、いや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 、全然。そうですね、今日のこと忘れてましたね。そう、始まり遅かったですもんね。うん。確かにちょっと遅れて。うわっと思って、わたかずの DM で目が覚めました。聞きました、うん、?YouTube の時間から抜けれました。はい。バキバキでいくってどういうことですか？いや、まあちょっと、バキバキでいこうかなっていう。それしか心持ちできてます、今日は。やっぱ前回、はい、誰とは言わなかったけど、言わないけど、はい、ひどかったからな。エイジン？今回は俺が立て直さないとなっていう心持ちできてます。ひどかった？やっぱあの回。いや、エイジンひどいでしょ、あれ。一応悪口から始まるのも良くないけど、うん、やっぱエジンっぽいね。エジンっぽかったです。わたかずの話をちょっと言ったけど、あのくだりひどかったよな。いや、なんか、仲悪くも良くもない、良くも悪くもないみたいな。はい、ね。あの、曖昧な感じで終わってたけど。普通にそんなことない。そんなことないよ。普通に仲いいよ。一応ね、釈明しすぎて。そうそうそう、全然、普通に仲いいですから。ね、なんか、最初仲悪いですって言って、仲悪いのって言ったら、いや、本当は仲良くも悪くもないですって言って。そうそうそう。一番なんか、面白くなんか気まずい感じになったかな。まあ、彼と僕、共通項が一個だけあって、はいはい。うん、LINE 見って知ってます、ね、そんな話すんな、アビス、ポッドキャストで。いや、するだろ。そういう話聞きたいんだろ、みんな。LINE 見の話をするために来たんや。いや、そう、LINE 見で、はいはい、まあ、おーってなってちょっと意気投合したみたいな。え、知ってます、佐久間さん、 LINE 民って。 LINE って LINE ですか？そう、なんか Twitter とかあるじゃないですか。うんうん。で、それの LINE 版みたいな。はいはいはい。民度の民にってことですよね。あ、そうそうそう、はいはい。どういうコメントの LINE 民って。いや、もう気持ち悪い、めちゃくちゃ。ツイッターよりも程度の低い若者が集まってこうわちゃわちゃするっていう回だね。俺もそういう気分でコミュニティにいたんで、俺自身は最初。で、なんかその知ってはいたけど、その具体的に全然知らないから、うん、でも LINE 民のことについて詳しくは聞きたくないけど、うん、そうだね。でもこのリスナーにもしかしたら LINE 民誇ってる人がいるかもしれないから、あんま掘り下げないでおこれ。いないだろ。いたとしたらやめろよ。まあ、自己紹介を、うん、はい、あ、そうだ、自己紹介。じゃあ、あ、あ、そうですね、中さん。あ、中、中レイヤーです、お願いします。あ、ジュンレギュラーです、お願いします。あ、どうも。はい、いいっすか、俺どうぞ。でも今回のゲスト、あ、じゃあみんなの気持ちのグラフィットがやってます、渡辺です、どうも。おお、渡辺。最近ちょっと誇らしくなってきました、このみんなの気持ちのグラフィックやってますっていうのが。でもあんまさ、言って、うん、まあ、最初言ってなかったくない？そんなことない？いや、言ってたけど、うん、そうだね。言ってた、言ってた。グラフィックだけ？でも、みんなの気持ちもあるけど、ミズハとかもあるじゃん。あれは。ミズハは、うん、もう、最初の、その、ソウイチくんのやつや、グラフィックやってからは、あんま関わってないっすね。あ、そうなんだ。そう、俺は基本的にもう、人気者だけって感じです、ね。うんうんうん。今回、その、うん、何を聞、人気者のことについて聞いていいんですか？いっぱい。いや、まあ、答えられないやつは、うん、これは、パスでって感じでいきます、ね、結構人気持ってさ、その、はい、あんま実態が分かってないのがいい。そうだから、それ聞きたいじゃん、多分みんなっていうか聞いてる人は。そうですね、だからまあ答えれる限り答えます。おお、なるほど。まあでも一旦わたかず個人のことをちょっと聞きたいけどな。はい、何でもどうぞ。わたかずが何者なのかもいまいちね、確かに分かってない。俺もツイッターしてないしな。佐久間さんはわたかずについて結構知ってます？いや、知らないですね。まあロケットランチャー先輩のことしか知らないですね。それまず中身は知らない。何ですかそれ。いや、でも俺はちょっと聞いたことある気もするけど、ちょっと聞きたい。いや、結構俺あれよ、アビスとのファーストコンタクト結構最悪で、うん、なんか2年前とかに、あの、誰だっけな、リルニーナかな、リルニーナって分かる、うん、ラッパーの、うんうん、名古屋のジャケットをやってて、うん、そう、名古屋ので、はいはい、なんかその時俺もあの、なんつうの、アーティスト名とかも決めずに、はい、もうフォロワーも200人ぐらいしかいなくてインスタ、うん、でもめっちゃ内輪で活動してて、でリルニーナのジャケット作ったの、それで俺が、うんうん、でニーナにもなんかクレジットどうするみたいなのも言わずにやったから、うん、まあクレジット乗らないじゃん、当たり前に。アビスのプレスの記事に載ってなかったってことです。そうそうそう、それで、俺がそのニーナの記事の引用リツイートで、うん、なんかクレジット乗らなかったみたいな言ったら、うん、なんかアビスのアカウントで、あの、クレジット表記するんで名前教えてくださいみたいな、うん、でそこで俺がなんかちょけて、うん、変なちょけ方して、ロケットランチャー先輩でお願いしますって言って、うん、それで、まあ、それ乗って、うん、
はい、いや俺他にもそういろんなアーティストのやつやってたの、いろんな、うん、なんかフライヤーとかやってたんだけど全部違う名前でやってたの。他にどんな名前あったの？ロケットランチャー先輩、水の救世主とか、なんかあんまちょっと恥ずかしいな。まあそういう水の救世主、ね、はい、余計なことをしてたんですよ僕は。はいはいはい、でまさかで あの佐久間さんに会って、うん、で あどうもあのロケットランチャー先輩ですみたいな、あの時はどうもと、あの時はどうもみたいな感じで、なんか僕他にもいろんな名義でアビス乗ってるんですよねみたいな話したら、あなんかややこしいからやめてくれないって感じで、すいません、感じで、まず佐久間さんとの、そう、あれあれさ、いやリルニーナじゃなくてヨンズじゃなかったっけ、違うかな、ヨンズかもな、ヨンズのジャケットか、うん、今そのロケットランチャー先輩で検索したらヨンズの2020年とかの EP で、アートワークはなんていうの、10000キャッツロケットランチャー先輩が担当って書いてあって、それっす、最悪だな、最悪だよね、俺めちゃくちゃ滑ってるなと思ったもん、ね、うん、それでロケットランチャー先輩ですって言われた時は覚えてるんですか、あそうそう、そのアカウントでやり取りしたのは覚えてて、でなんか、まあ、すげえややこしいやつやなっていう印象しかないですね。あんまいい印象ではなかった。そうそう、まあツイッターとかそういう SNS とかで、あの、うん、変な絡み方してくれる人がちょっと苦手で、うんうん、あのなんかね、ウォータードックスの3人の時も一回あったん、ね、そういうなんか、タグ付けとかメンション、タグ付けできしてない自分だけしてないとかそういうワイオとかな、ちょっと覚えてないけど、なんかそのタグ付けってその、うん、デフォルトではできるけど、その、うん、設定でそのできないようにしてる人も結構いて、ああそうですね、あいますね、そうそう、だからその意図的にこっちがタグ付けをしてないわけじゃなくて、あの、うん、できなかったからしてなかったっていうだけの人は結構いるんだけど、なんか、うん、あの人だけタグ付けしてないみたいな感じで言われたりすることもあるから、 あんまりなんかその辺難しいなとは思ってて、なんかそうで、うん、そういうね、なんかそういうのもあって、なんかああいう SNS のそのなんかね、まあロケットランチャー先輩とかはもう本当になんか最初のなんかアビスやってて、その SNS ファーストショックっていうか、なんかあのやばいやつに絡まれたみたいな、最初のファーストトラウマみたいな感じですね。ファーストトラウマ、非常にトラウマ、ロケットランチャー佐久間さんに、佐久間さんに、そう、そっからどうやって回復してたんですよ、そのワタカズとの関係は。いや、それが変わりました。うん、いや、ね、その後多分フォレストで、うん、会ってややこしいことしないでくださいみたいなこと言ったと思うけど、うん、でそれその時にそのロケットランチャー先輩ですって言われたけど、その後そのワタカズだっていう認識はないから、ワタカズ、あなるほど、名前を知らなかったから、だからそれ以降は俺ちゃんと受けたの、クレジット、うん、あちゃんと反省してね、アビスに限らず、うん、どこにやるにしてもちゃんとカズマ渡辺でやろうってなったんだ、うんうんうん、あじゃあ別々の人やと思ってたんだ、だ全然、だからロケットランチャー先輩と綿数が同じ人物だっていうのをあの本当に途中まで知らなかった、分かんなかったっていうか、恥ずかしいな、こんな何回もロケットランチャー先輩、ちょっとめっちゃ恥ずかしいよ、佐久間さんがロケットランチャー先輩っていうのは結構おもろいよ、めっちゃ滑ってるけどずっとでもあれっすよね、フォレストで会ってからしばらく顔合わせることなかったじゃないですか、うん、そう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 、多分その後去年のアビスサークルだったかもしれないっすよね確か、あのてか何回も行ってたけど、あの、うん、あのこんなんだっけ、潰れたとこコンタクトだっけ、うん、の展アビスの展示とかも行ってたけど、はいはい、直接喋るのは確かアビスサークルがその次だった気がするっす、なんだみんなの気持ちになってから、そう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 、あでなんとなくロケットランチャー先輩が綿数なんじゃないかっていう、なんとなくこうなんとなくね、あの認識がこう、うん、人物がこう一致し始めた、で、うん、で最近になってそのでエイジンと初めて喋ったのは確かフォレストとかで、うん、でなんかあの佐久間さん知ってますみたいな、ロケットランチャー先輩って、うんうんうん、あの綿数なんですよ、そうそうそう、綿数ですよってではっきり言ってくれたから、あやっぱりそうなんやって、ああいやエイジンもそんな話だった俺、いや確かになんかそのエピソード俺の中で結構面白くて、ロケットランチャー先輩の事件でも、まあね、よかったね、そっからこのなんかさトラウマがいわゆる解消された、そうですね、うんうん、まだトラウマある感じですか、いやもう全然、うん、大丈夫ですよ、あの、
そっから、まあ、ミンキモとかとも一緒にいろいろアビスやったりとかっていう感じ。うん。なるほど。もう親戚ですもんね、マタカズは。そう。ほぼ。ね。実は、ロケットランチャー先輩は。そうですね。ロケットランチャー先輩のおじがうちの会社にいますね。そう。僕のおじと。前も言ってたけど、敵っすね、これ。おじランチャーがいますよ。おじランチャーいますよね。うん、おじランチャーおじラン？おじらんが。おじらんがいるんや。すごい。で、普通になんか、まったかずと、そっから、結構その、人気者の現場とかでも、結構喋ったりしてますと。そう、ん？どうだろうね。なんか、その、交流はどれぐらいこう、喋ったことあるのかなって。交流はでもまあ、普通に、本当に軽く話すぐらいじゃないかな、あっても。うん、そんなに。結構、がっつり話す。イベントの中で会うことしかないから。確かに。うん、じゃあ今日はちょっとまったかずを掘り下げる。そうですね。およびみんなの気持ちをちょっと掘り下げてる、うん、はい、お願いします。わたかずはこのエイジの時みたいにさ、はい、質問しても答えてくれる？ちゃんと。いやもう何でもいいっすよあ、そうなんですか。いや信用するわ。じゃあそこはあのお二人を。ああ、オッケーオッケーオッケー。全然カットも、全然カットもできますから、はい、やっぱこれなしでっていうのもできるんで。あ、了解。ちなみにじゃあ佐久間さんからこうみんなの気持ちとかわたかずに対しての質問ってありますの？あるかなやって。何かしらってほしいわ。いやー、まあね。いや、なんかでもまあ。あんまないです。うん。みんなの気持ちっていう名前がちょっと気になる。ああ、確かに。それは思う。ああ、うん。みんなの気持ちの名前の由来ってことですか？そう、そう。うん。あと、なんかみんなって誰なのみたいな感じっていう。ああ。とよく言ってるな、すごい。僕たち最初イベント、真鶴ってとこでレイブやったんですよ。はい。あの、そこで、本当は、あの、俺と、一郎と H 君みんなの気持ちメンバーの友達オンリー の、うん、あの野外ホームパーティーみたいな予定でやる予定で、うん、でその時になんか別にイベントじゃないしホームパーティーみたいな感じでやりたいから、うん、なんかみんなの遊び場的な感じで名前でやるかみたいな、うん、なんか別にどっかのメディアとかに取り上げてもらう予定もないし分かりやすい名前の方がいいかなって感じ でみんなの何にしようかってなってみんなのは決まったんだ。そうみんな気持ちいいだったの最初。みんなの気持ちいい、いやみんな気持ちいい。あ、みんな気持ちいい。でもなんかみんな気持ちいいだと、うん、なんかちょっとドラッグやってる集団だと思われそうで怖いなみたいな。ああ。ちょっと危ない受け取り方されそうだったから、うん、いやみんなの気持ちいいにするかって言って。うん、あ、じゃあ気持ちいいから来てるんだ。そう、気持ちいいも入ってきてるし、まあ、なんか各々の、そうだからみんなを誰指してるかって言えば、最初はその来る人、うん、俺ら3人とそのホームパーティーに遊びに来てくれる人の、うん、をみんなっていうあれだったけど、うん、まあ捉え方はまあみんなそれぞれ自由なんですけど、誰がみんなというのか、誰がみんなとは、そうですね、あんまこれがこうとはなんないけど、思う。でもなんか大きいじゃん主語がみんなって、そうね、うん、なんかそれがいいなみたいな、うんうんうん、確かに具体的じゃないのが、うん、面白いですね。ちなみに今みんなの気持ちって何人いるんですか？はい、今は普通にまだ3人なんだけど、うんうん、今あのインターン的な感じで、インターンなんだ、その手伝いをやってくれたの、なんて言うんだろう、その企画構成とかは相変わらず3人でやってるけど、うん、そのなんか実務っていうか、うん、まあ言い方悪く言えば雑用のみたいな子が2人います、ね。DJ の時、うん、DJ の時、はい、この間アビスのイベントでも3人いたよね。あ、そうそう、その1人が、うん、シュータミヤって子なんだけど、なんですけど、うん、あ、はいはいはい、その子は今 DJ 見習い兼そのちゃんと中の内部のこともやってくれる子みたいな。あ、そうなんだ。そしてもう1人はちょっとまだみんな知らないかなっていう。シュータミヤくんもそうなんだと思ってた。まあでも候補生みたいな感じってことね。そうそうだね。もともともっと多くなかった？みんなの気持ちってずっと3人ってか、メンバーみたいなのはあんま、なんつうんだろう、企画してんのが俺ら3人ってだけで、あ、そのメンバーみたいなのはなくて、なんか協力してくれる、うんうん、毎回協力してくれる人とか違いるんだけど、うん、その人たちは別にみんなの気持ちって名乗っていいよみたいな。ああ、なるほど。でもそうっすね、別にあんま何人メンバーとかあんま決まってないかなみたいな。じゃあ例えば坂間さんもみんなの気持ちって名乗ってもいいってことよね。あ、それはダメっすね。あ、ダメなんだ。
あ、北熊さんはアビスの人ね。おお。だから何もさ、ほんとさ、若いさ、うんうん、なんか一緒にやってこうよみたいな。うん、なんか協力ゲーみたいな感じでやってるから、俺たちは。あ、なるほど。佐久間さんは。佐久間さんはもう、俺らより、うん、俺らが頼れる人やん。ああ、なるほどね。ちゃんとした、ちゃんと理由がある、あるね。ちゃんと理由あります。ちゃんと理由あったわ。じゃあ、そしたら、はい、俺がアビスを辞めて、何にも、所属するものが何もなくなっちゃった状態だったら入れるって。そしたら、まあ、いいっすね、それは。ああ、なるほどね。俺らが拾うってことつまり。最終職。最終職。あ、いいよかったですね。そう。坂間さん、なんか、よりどころが見つかって。そうですね。いつでも辞めれそう。うん、ダメですよ、やめちゃう。困るな、それ。困るな、そう。なるほどね。あ、だから、その、核の3人は、わたかずと、はい、谷本くんと、エイチアベ。あ、エイチアベと、その3人ってことね。その3人で、最初、もう、スタートしたってことね。最初、そうですね。その3人。え、その3人はどう出会ったんですか？てか、俺とエイチくんは、高校が一緒で、うん、俺が高校1年生の時に、エイチくん高校3年生で、うんうんで、なんか、かっこいい人いるなみたいな感じで、うん、俺とエイチくん最初スケーターだったの。それで、スケボーやってるんだ、みたいな感じで友達になって、うん、俺が初めて音楽イベント行ったのが、エイチくんと一緒にバチカ、行って、うん、やべえ、みたいな感じで、最初音楽イベントハマったのはエイチくんのきっかけみたいな感じで、イチローは本当に。何のイベントだったの、うん、そのバチカのやつは。え、確か、なんだっけ、トキオシャーマンわかります？うん。なんかトキオシャーマンの派生イベントみたいなやつで、うん、あ、誰だろう、ホックソージーとかそこら辺が出たみたいな。ああ、わかるかも。うん、その僕たちも多分全員、3人全員ヒップホップヘッズだったから、うんうん、そういうイベントばっか行ってて。で、イチローと出会ったのが2年前だぐらいで、うん、で、H 君とイチローはもともと、そこの出会いはあんま覚えてないけど、もともと友達で、うん、で、なんか H 君がなんか面白いやついるから会ってみないみたいな感じで、うん、会って、で、イチローと初めて遊んだぐらいの時に、初めてなんていうのテクノみたいなパーティーにいて、うんうん、カリとかアルタくんがやった DJ イベント行って、うんうん、なんかうわやべえみたいになって、そっからレイブ行くようになったんですよね。なるほど。だからイベントってか音楽のあれは2人にめっちゃあれされてるかも、影響っていうか感化されてるから、うんうんうん、そっから自分たちもそういうレイブやりたいなっていう。そうだね。逆張り精神みたいなさあんじゃん、うん、なんかもっとやばいのいけそうじゃねみたいな。ああ、このレイブよりももっとやばいのいけそう。そうそうそう、ね、面白い。結構みんなの気持ちについて知らない、知りたいけど知らない人が多分多いから。そうですね、本が意味のある味になってる気がしますね。うん、逆にちなみに今渡かずから佐久間さんに聞きたいことあります？え、なんか最近、うん、え、聞きたいこと？そうそうそう、聞きたいことっていうか疑問っていうか提案っていうか、うん、文句っていうかあれなんですけど、文句、うん、佐久間さん佐久間さん、うん、え、僕のこと結構グラフィックとか取り上げてくれたりするじゃないですか。うんうん、なんか佐久間さんから直接依頼来たことないなっていう。うん、ああ、あれ依頼いただいたことないないなっていう。すごい。いや、なんかゲットランチャー先輩出てんな。いや頼みたいですよ。頼みたい。はい。でも忙しそうだなと思って。うんうんうん、忙しい。先輩いろいろやってるから。ぶっ放してるから、ね。それこそはい。やっぱアビスのなんか俺、うん、グラフィックマジで頑張ろうって思ったのが、うん、アビスの最初の方なんか大木美山くんあたりがグラフィックやってたじゃないですか、うん、パーティーの、はい、あれ見て僕もこれこの人やべえなみたいになって憧れてたんで、うん、あ、僕もいつかそういうコースに語り継ぐ。いや、でも本当にあの前のエイジンもそうだし、あの私も、はい、あのちょっとどっかのタイミングでお願いしたいなっていうのはその本当に考えてて、いや、まあ、ちょっと、ありがとうございます。近い将来、あの、本当に、多分、いや、本当お願いします。はい。俺のお父さんにも自慢できるんで、やっと。うん。まあ、僕もようやく、その、ロケットランチャー先輩の呪縛から、あの、やっと解放されたかなって思って。制作を得て、お互い、わだかまりがポーンと消えるっていう。そうそう。マイナスからの出発っていうか、と思う。そうか。あとはもうプラスになるしかないみたいなね感じ。そうですね。なるほど、うん、それでもう渡辺一馬っていうクレジットが乗って、うん、よってやっとロケットランチャー先輩から解放されるってことです。そうですね、まあ、近い将来それがあるかもという。はい、はい、よし。あんま言わんけどな、その直接。いや、俺はもうガツガツガツ行かないとっていう感じだから。おー、
いいですね。最近本当にね、なんか、うん、人気者グラフィックやってる人って思われてて、うん、個人の依頼全然来ない。やってる人だしな。うん、やってる人だし、うん、個人の依頼全然来ないなっていう悩みがあって、うんうんうん、だからここら辺でちょっと、あ、こっちもいけるんだっていう、あれを見せつけたいっていう。ああ、なるほど。人気者感情グラフィックじゃなくてってこと。そう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 。うん、まあ確かに難しいよね、この辺。そうだね、難しいよね。依頼する側も多分ハードル高いというか、高く、結構みんなの気持ち以外。Twitter ね、うん。うん。Twitter が足引っ張ってるから、俺。Twitter な、結構裏 Twitter ゴッドみたいなとこあると思う、高くは。それめっちゃ恥ずかしいけど、その勝負、普通に。ロケットランチャー先輩だし、ライン民だし、裏ツイッターごとでお前は。最悪のフルハウスが。ね、寒いですね。寒いんだよ、マジで。だそういう人間という人間っていうの。俺はそう、あんま、うん、隠したくないっていうかさ、うん、我慢したくないんですよ。うんうんうん、なんか、まあかっうん、やっぱ寡黙な方がかっこいいじゃん、アーティストってぶっちゃけ。そうね。それ我慢できないんだよね。なんならみんなの気持ちの他の二人は割とそうじゃない？そう、全然もう、そういうのネットでしかんまみたいな。うん。いやでもあいつらは、それもそれで良くないと思う。あ、そうなんだ。わたかずは。もっと喋るべきだと思う。うん。そうなんだ。みんなの気持ちは俺はそれを理由にしてやってる。なるほどね。みんちもツイッターっすか？ツイッター動かしてんのは、発言してんのは誰なの？発言してんのは、みんな？まあ俺はしてないかな。うん。俺はツイッター、人気者ツイッターは基本触んない感じですね。なるほど。じゃあ、他の二人か？そうそうそう。まあどっちか、俺もどっちがやってるかわかんない。なるほど。でもそうよ。あの話をちょっとしたかったというか。はい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 。6月じゃない、5月3日ですか。うん、6日のレイブですか。6日か。はい、そう。人気者レイブね。あれはすごい。まあ大赤っていうかまあ失敗ですね、あれは。まあ、失敗というかね、しょうがないけどね。いや、しょうがないんだけど、うん。でもまあ俺ら的にもやれることはやったつもりではあったけど、うん。まあちょっと一個足りないとこがあって、うん。その、まあそれが次のあれですね。まあ反省になったっていう感じで。まあでも、レイブはそういうのもつきものというか。そうだね。ね、しょうがないけど。みんなね、ツイッターとか、インスタのストーリーでも悲しみにくれてて。いや、切れてる人いなくてよかった、マジで。いないでしょ、さすがに。なんか、中止になった後、うん、宿でもみんな絶望の時間みたいなの過ごして。これ終わったわ、みたいな。なるほど。まあでも、うん、代わりの案外いっぱい用意してあるんで、ちょっと楽しみに待っててください。楽しみにしてます。なんだっけ。あ、それ、はい。ちょっと、まだ、未公開ですね。はい。じゃあ、ここ P 入れておいてもらっていいですか？あ、そうですね。まあ、でもそろそろこれ、時間があれなんで、あ、ちょっと、もう一回、ズームを立ち上げて、はい。またかず、うん。そっか、入るの遅かったのか。あ、その、あるの？何か。なんか、じゃあ今からちょっと、うん、出る予定の演者の人とかを言うんで、そこ P してもらって、反応だけみんなに聞いてもらいたいというか。あー。おー、はい、おー、みたいな。うんうんうん。これ今大丈夫ですか？まだ終わんないですか？まだ4分ぐらいある。大丈夫。今一応俺らじゃあ、そういうリアクションしなきゃいけないんだね。はい、うん。いや、おー、なんか普通の反応してよ。それあ、オッケーオッケー。うん。一応来る予定で。うん。うん、だから、と、すごい、しかも、あれですね。なんすよ、今回やる予定、うん、おあめっちゃもう東京震わせるぐらいにヤバさになるかな。いや、それはもうパンパンってか、もうそれがもうすごいことになりそうやな。なるほど。何年か前にさ、あれ憧れだったんですよね、ずっと。あれとかすごいみんななんか結構影響されてたりとかして。いや、あれそう、なんかパーティースナップとか見てたけど、なんか今作ってる人全員 いたんだな、ここにみたいな感じして、めっちゃかっこいい、ね、楽しみですね、それ。で、全然高野さん知らないですか？あんま知らない。なんか全くわかんないですね。そのなんか、なんとなく知ってますよ。その、うん、知ってるけど、そのなんかその誰がやってるとか全然実態は知らない。なるほど。はい。はい。よー、ダメ。一回使い。次回のゲストは。いいですか？いや、そうでしょうね。使えない話、一回こう、区切って、はいって始めようとしたら、いきなり使えない話をされましたけど。つなげたりはするんでしょ、これ。編集は何かしらするんでしょ。編集はもちろん。するする。結構いかついん。どうしたんすか？バキバキやん、二人とも。佐久間さんもバキバキなんかい。ロケットランチャー先輩だよ。いやじゃないんですよ。じゃあ違う。そうそう。みんなの気持ちについて、こんなさ、一郎くんと H 阿部くんはさ、うん、こんな話していいんですか？
確かに。でも今日、何話、でも全然じゃない、ね、いいんだ。その、じゃあ、一郎くんとかはいいの、その過去のこととか。うん、出会いとかってことですか、うん、うん。そうそうそう。出会いは、隠してるわけじゃないか。ないかうん、まあそっか。今回、そうなんで、社長に言ってないんですよ。この、あれを出ることを、谷本社長に。社長なんだ。谷本社長。谷本 CEO に言ってないから。ね、うん。あ、そうなんだ。サプライズ出演。いいのそれ、サプライズ。後から聞いて、いやめてよ、俺、みたいな。そしたらそれは別に俺が怒られるだけだ、大丈夫。ああ、大丈夫。はい、まあね、そんな変なことは言ってないからね。いや、さっき言ったけど、なんか、答えすぎないのもさ、つまんないじゃん。うん。うん、だから、なるべく答えようかなっていう。うん、そうね、確かに。結構、そのみんなの気持ちの中でも、この渡風はだいぶ喋りやすい、喋りやすいというか、どういうことあるよね。ちょっと今、語弊があったけど。まあでも喋りやすいよ。あの3人の中だったら、ね、多分。やっぱちょっと怖いイメージあるもん、あの2人。俺全然関わりないからあれだけど。怖いよな。戦い見たら怖いよな。渡風も怖いけどな、ちょっと。いや、俺はさ、ある種ね。怖いけど、うん、話しかけづらい怖さじゃないでしょ。まあまあ、そうそうそう。別に 何考えてるか分かんねえみたいな感じでしょ、どうせ。うん。腹の内どう思ってるか分かんねえっていうことや。うん。いや、みんなが思ってるより性格悪くないっすよ、これは。あ、そうなんだ。はい、突然規制を発したりとかしそう。そう、確かに。そっちではないな。突然規制を発したり、突然走り回ったりとか。そっちではないっす、ないの。あ、そっちではないんだ。はい。でもなんかやっぱね、そう、俺とかもさ、やっぱ一応同じさ、こう、デザインとかグラフィックの人だからさ、はい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 、なんか、こいつ俺のことかっこいいと思って、俺のデザインかっこいいと思ってないっしょって、やっぱ思っちゃう、わたかつとか。ああ、いや、人のデザインはね、いや、俺は絶対誰にも負けないぞっていう自信っていうか、気概があるけど、うん、人のデザインをバカにとか、その優劣を決めて、うん、そのこいつセンスないから友達になんのやめようみたいなのはないです。なるほど。結局正解ないじゃん、多分デザインとか。そうね。そうね、だから別にあんま下げることとかはしないですね。じゃあ、案外思ったより性格悪くなるかもしれない。てか中のデザイン別に俺いいと思うんで、ね、いいと思ってか、好きだから。全然そういうあれはない。まあでもどう思ってるかわかんないかな。実際な。ポッドキャスト実際な。いやでもそれ今めっちゃ俺真顔の可能性あるし。ね、あるし。全然いきなり規制発することもあるし。うん。渡風だから、そんなイメージだったから、まあでも最近は徐々にこう、それが薄れてきたけど。結構合うもんね、なんかしらで。高間さんは、うん、でもじゃあ、最初ロケットランチャー先輩のイメージからだいぶもう変わりました。うんうん、まあまあまあ、普通に、その、喋れるようになってからは、うん。うん、全然何も、その、うん、まあ、それに、あの、渡風もそうだし、うん、結構、その、ミンキモとか、うん、まあ、水葉とかもそうなんだけど、うん、一応、その関連、大体、まあ、一郎くんに連絡するんで、なんか、結構その辺、まあ、例えば、その、アビスサークルの時とか、うん、あとは、なんだっけ、アビスの前3周年とかの時も、その、イヤーと水葉と一緒に、あの、展示、バーチャル展示みたいな、やったんで、あの時とかも結構一郎くんと連絡取ったりとかして、うん、だからなんか、みんなの気持ちの中では多分、一郎くんが多分一番近いというか、まあ、一郎はまとめる存在っていうか、まあ、大体次これ、ああやろう、こうやろうっていうのは、一郎発信から来てて、で、それに、俺と H 君が、いや、こうじゃないみたいなので、大体イベントは決まるんで、で俺ら的にも、うん、リーダー誰なのって聞かれたら、一郎って答えれるぐらい、一郎は仕事してるし。なるほど。うん、渡風は、グラフィック以外だったら、みんなの気持ちって 何をしてるんですか？なんかみんな、例えば、本当雑務っていうか、うん、俺だったら、前回のレイブだったら、うん、その旗とか、うん、あのそういうの発注とか、あと今回展示あったから、うん、展示 あのアーティストの人たちのキュレーションっていうか、ゼシンと一緒にキュレーションしてみたいな、うん、裏方的なのは全員一応何個か持ってるって感じ。なるほど。それも一郎が振り分けてるから、あ、まあ、これやってとか H 君これやってくれるみたいな感じで振り分けてやるみたいな。うん、なるほどね。一郎君がリーダーだったんだね。そうそう、全然一郎がリーダーだね。うん、渡風はいつからこのグラフィックに行ったんですか？俺は高校卒業したあたりにパソコン買って、うん、でパソコン買ってもやることなさすぎるから、うん、結構いいの買ったのね、その時パソコン。なんで買いたかったのそれを？なんか俺もともと美大志望だったからさ、あ、じゃあそういうのやりたいなっていうのがあったんだ。興味あって買ったけど、うん、何からやればいいか分かんないけど、とりあえず買ってみて、うんうん、で最初は音楽作ってたんだけど、うんうんうん、でもいや俺あんま才能ないなって感じて、うん、グラフィックやってみようってなってグラフィックやった感じ。なるほど。高3の終わりとかから始めました、ね。でもそこからこの 3D を触り出したの？
最初は。いや、最初はフォトショップで、うん、あの、グッチメイズみたいなタイポグラフィーを作るチュートリアル動画みたいなのをひたすら見て、ああ、あるね。グッてを繰り返してて、うんうんで、その延長でブレンダーも触り始めた感じ。なるほど。今はもうブレンダーだけなんだ。フォトショップ。今、どっちも使ってるかな。で、佐久間さん的に、うん、わたかずのグラフィックどうですか、うん、いや、素晴らしいんじゃないですか。はい、うん、なんですか？いや、いいと思いますよ。ね、不機嫌になった急に。いや、全然、全然、いや、切れてないですけど。ないですけど。うん。もう、わたかずがやってるとは思えない。ね、本当にそうですよね。確かに、俺、それめっちゃ言われますわ。うん。なんかやってなさそうだよね。なんていうか、その、そのああいう。やってないんじゃないかって思われるんじゃないかみたいな。なんか SNS やってないんじゃない、うん、やってないかもね。ね、やってないんですよ。実はやってないんですよ。誰じゃ今日来たの？すごいじゃん。はい。なんかペラペラみんなのキャスターのこと話してたけど。え、そうそう、全然なしで、今日はい、お願いします。全然なしで。そうだから。そう、あの、やってないと思われてる、多分。だって、その、自分でも宣伝されてるから。なんか自分で言うのもなんだけどさ、うん、なんか、何に関してもだけど、なんか、急に出てきたやつってさ、段階踏んでいく必要があるじゃん、なんかわかんないけど、うん。なんかみんなに成長過程を見せる必要があるっていうかさ。ああ、こういう、なんかあのグラフィックになるまでとか。そう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 。だからあんまどこまで作っててどこまで作ってないのかが分かんないのかなっていう、うん、それがちょっとあるから、なんかわたかず、わたかずのキャラクターっていうかあるじゃないですか、うん、こう、はいはいはい、まあ SNS とかでもいいけど、その、うん、わたかずのキャラクターをこう知ってると、うん、そのあのグラフィックとこう結びつきが結構すぐ、そうですよね、あれってなる、うん、本当、なんか俺とかは結構そのああなんか結構ぽいっていうか、そうだね、うん、俺が作ってそうみたいな感じでよく言われるけど、またカズは結構逆だと思う。うん、ね、洗練されてるも綺麗だから、レイアウトとかも確かに、なんか俺もめちゃくちゃな感じするもんな。うん、めちゃくちゃなの作ってたらわかるんだけど。いやなんかね、うん、すっごい綺麗だから。それも逆張りなのかもしれない。うん、もしかしたら。ああなるほど。なんかそう、俺めちゃくちゃ頭の中とかは多分結構めちゃくちゃだからさ。うん、なんかだけどそれを見せないで逆に綺麗なものを見せるっていう逆張りを多分無意識のうちにやってんじゃないかなと思うけど。いやー面白い、うん。確かに。でもまあ実際でも実際やってないんでしょ？ん？実際やってないんでしょ？この言ってる。実際やってないけど、実際やってない、やってない。どういうこと？やってないんで。買ってるんだけど全部。あでもこの人にやってもらってるんでしょ？そう、他の人にやってもらってる。これ言うとさ、うん、まだ中の方が信用あるからさ、多分これ信じる人いるぞ多分。いないだろ。変だこいつ。怖ってなるよ。いや、ないよ、ないよ。いや、でもね、そういう感じですよ、高塚さんは。うん。そう、だから最近やりたいのが、うん、あの、例えば、フライヤーのを作る配信をどっかでやって、うん。ああ。多分、これ多分流行ってんだぞって。うん。っていうか、それもだし、うん、なんかさ、なんつうんだろう、教えるっていうのもあれだけど、うん。やってるグラフィックやってる若い子たちが、そうそう、これこうやるんだみたいな。うん。それの共有できるとこってめっちゃ少ないじゃん、多分今。うんうん、だから配信とかできたらおもろそうだなと思うけど。確かに。いや見たい人いっぱいいるんじゃない、またかずの。いや、見たい人やるんですよね、それは。思います、うん。なんかやってください。うん、やります。どう、わたかず、たくまさんにこれ聞きたいことあります？聞きたいこと？うん。まあ、アビスについてでもいいんですけど。え、俺のおじいとはどういう関係なんですか、ちなみに。どうそう。どういう関係っていうか、まあ、普通に会社の中でで言うと、まあ、はい、上司と部下なんじゃない？ああ。うん。高津の字が上司、ね。そうそう、もちろん。そうそう。でもなんか優秀みたいな、優秀っていうか、うん、すごい人なんだよ、佐久間さんは、みたいなの聞きました、この間。あ、また、おじから。そう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 。いや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 、その、いや、なんか、まあ、その、なんていうの、直接仕事がさ、その、一緒にやってないから、うん、あの、っていうか、まあ、俺だけアビスのことをやってるから、その会社の人と、うん、その誰ともそのつながりがないというか、うん、なんでその上司も部下もないじゃないんだけど、その一応その会社の仕事、うん、メインの仕事とかもたまにやらせてもらえるから、その時は結構やっぱそのまあ多少なんか連携を持つかもしれないけど、基本的には会社の中でよく何連絡取ったりとかこう話したりとかってはあんまりしないくて、うん、だから本当たまに出社するんだけど、あの全然仕事、朝倉さん、そうそうそう、僕なんか週2回ぐらい出社するのね。で、そうするとわたかずのおじもねいるわけですよ。あのなるほど。2人とも出社早いんで、あの、うん、なんかこう結構早く行っちゃうんですよ、会社に。
でも普通におはようとかして、うん、挨拶して、あの、で、おはようとか言ってるんだ。全然その、あの、仕事さ、その、つながりがないからさ、全然普通に世間話とか。仕事の話は別にしてない、しないくて、うん。先生、渡数の話もするんですか？あ、するよ。するんだ。最近、いや、向こうがね、おじさんのこと、最近、やつはどうなのって言うから、いや、めっちゃ頑張ってますよって、この間なんか、レイブやるとか言って、すごいチケットの枚数売り切れてましたよとか言って、そうなんだみたいな感じで。照れくさいな、クソ恥ずかしいわ、なんか。おじに会いたくないわ、今。おじに会いたくないな、しばらく。おもろいな、その関係。そうそう、すごいっすね。なんかすごい、なんかそのみんなの気持ちはもちろん知ってるし、そのどういうの、まあ、具体的には多分知らないのかもしれないけど、なんかこういうのこう野外のイベントとかをやってるっていうのは多分それぐらいは認知してて、そうですね、で、いや、かっこいいグラフィック作るんですよって言って、そうなんだみたいな感じで、そんな感じです、いいですね、面白その関係。見た目すごくないですか、なんか見た目ね、そうなんだ、見た目がすごいね、ロン毛でね、ロン毛で、あ、な、誰に似てんだろうな、ちょっとイケメンなんだよな。あ、そうなんだ。でも、ギター弾くよ。あ、そうです、ギター弾くんですよね。ギター好きだよ。そうなんだ。じゃあ、ちょっと音楽もやってる？うん。趣味程度。やってるんじゃない？面白い関係だな。いいですね。いつも、うん、もういいか。もう、今度、まだ、次行こうか。うん。次行こうか。あんま知らない。でも、わたかずさ、でも結構、その、食べりに長けてると思うんですけど、僕は。あ、本当？うん。その、アビスさ、ポッドキャスト聞いてる？あ、聞いてる聞いてる。うん、どうして、どう、誰を呼んでほしいとか、どうしたらいいっていうのあるのか。え、これ、ちょっと俺めっちゃ一個だけあって、なんかあの、今まで呼んできてる人って結構この界隈の、まあ、名の知れてる方というか、あ、この人呼んだんだろうなって、なんで呼んだのか分かるじゃないですか。なんか俺、この間、それこそチャブのリリパとか行った時に、あの、ビートボクサーのショーゴって分かる。なんかその人のファンって結構年齢層高くてさ、なんか、おばさんがいっぱいいたの。ダボダボ。で、前のアビスのセビーの時も、ちょっといたの。そういう人たちってさ、なんで来てんのかマジで分かんないじゃん。その人たち呼んでほしいなっていう。一人連れてきて出ませんかってハードル高いな。でも知らない人の音楽遍歴とかを急に聞くのって結構楽しいかなっていう。興味あるかな。いやでもやっぱさ、エコエコしちゃうじゃん、佐久間さんがいたらラジオに。知らないさ、エコエコしてる感じある、これとか拳とかさ、ラジオ聞いたけどさ、なんかさ、あ、中は別にそんな思わないけど、拳の普段のトークスキルが出てない、萎縮してた完全に。もっと引き出してほしい。いや、拳はそうな、そんなのもヘコヘコしてる感じなかったけど、なるほどね。でもそれ、おばさん、おばさんが、おばさんとかおじさんが、わーって喋る、こうがヘコヘコするけどな、俺。それ、わけわかんなくない。それ、やっぱ今なし、今なしで、今なしでお願いします。はい。カットですか？読み、呼んでほしいゲストか。あ、でも、あの、呼んでほしいゲスト。VQ はなんか、あ、そうそう、VQ。あ、そうそう。で、出る予定っていうか、その、途中まで進んではいたけど、なんか、家の Wi-Fi が、ほにゃほにゃほにゃって言ってたから。ね、ほにゃほにゃほにゃって言ってましたね。うん。VQ くんもこの間初めて喋って。あ、初めてだったんだ、あの日ね。そうそう、あの、チャブの時に初めて喋って、生で。うん。え、ちょっとよくわかんなかったな。お、なんか独特だな。本当に不思議な人。ね、会ったことない。なんか声もかっ、喋る声かっこいいってなる。めっちゃかっこいいんだよね。かっこいい、かっこいいのに変なこと言ってるってなって、え、おもろってなって、おもろいよな、僕。いや、おもろい。見たいですね。また数いたらちょっとエイジンもちょっとあれなんかな、ちゃんと喋れるな。また数も呼んでもよかったのかもね、エイジン。確かにまだ、あれだね、担任、二人以上呼んだことない、確かこのラジオって。うん。そうですね。うん、そうそうそう。4人になったことないね。ああ。だいぶぐちゃるかな。いや、ぐちゃってもいいんじゃない。ああ、もうそれがね、確かに。うん。確かに確かに。出たいってでも言ってくれる人は何人かね、この、なんか普通に。しますよ。うん。あ、言って、誰が言ってる？僕が言われたのは、プッシュさんとかも言ってました。あ、本当。まあまあ、そうね。うん。あと、いや、まあ出したい人いっぱいいる。なんか、ツイッターとかでもめっちゃ出たいみたいな言ってる人いたし。あ、本当。どこまで本気
か分かんないですけど。まあね。うん、まあ、4人、そうだね。うん、4人やっています。そうだね。わたかずね、わたかずが逆になんかこの人、佐久間さんにちょっと佐久間さん喋ってほしいみたいなと連れてきてもいいんじゃない？いや、どうだろうな。一郎とかも喋るの多分あんまあれだしな。下手だしな。でもなんかインタビューみたいなのやってなかった？いや、あれめっちゃおもろいよね。マジでわけわかんない。そうなんだ。あ、ゼシンとか多分おもろくなるんじゃないかな。ああ、ゼシンね。ああ。マジでさっきまで話したわ、ゼシンと。ゼシン結構面白いよ。喋ってみると。うん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 。確かに。ゼシンと佐久間さんは、うん、関係あります？会って話したことはないけど、うん、ウクカサイとアビスのコラボの T シャツの時に、うん、あのデザインしてくれた。そうだそうだそうだ、あの羽のやつだ。そうそう。うんうんうん、なるほど。まあ、そういうね、音楽じゃないグラフィックの人もこうね、うん、集まってる。まあまあ、そのエイジンからワタカズから最近ちょっとビジュアル界けどね。ビジュアル界。確かに。あ、てかちょっと話変わるんだけどさ、はい、あの、さん東京来るっすよね。あ、来るよ。で、アビスでもなんかやるんですか？やるよ。あ、なんかいたれてたやつ。あ、そう。え、っていうか、うんうん、そしたら、はい、あの、はい、ブラックボックスやばいよね。うん、ブラックボックスは、うん、その今後アビスとなんかまあ不定期な感じで、うんうんうん、イベントをやっていくんで、まあ箱っすか、ブラックボックスって。なんかね、スタジオ、配信スタジオみたいな感じで配信できるし、なんかこの間やったとこっすか。あ、そう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 。うん、はい、どうやったとこ。MV 撮影とかやるようなところ。確かに配信の機質ね。だからあんまそのライブハウスとかクラブとかっていうそのイベント会場ではないんだけど、一応、うんうんうん、あのそこを無理やりイベントできるみたいな感じでやってるっていう感じ。うん、キャパ狭いですよね、あそこ。狭い。何人、うん、もう何人ぐらいですか？50、50、60ぐらいでいっぱいかな。でもあそこ見てみたいな、すごそう。だから結構オーディオビジュアルに特化したイベントみたいな感じで、今後やれたらなとは思ってるんで。まあ、なんか知ってる？いや、女の人で一人なんだけど、うん、結構有名なやつとかだやつだと、あの、うん、ビジュアル作ったりとか、そのなんかね、うんうんうん。ビデオもあの人が作ってる。あ、そう。っていうか、わたかずに表現割と近いっていうか。てか、俺ぶっちゃけあの人からめっちゃ影響受けてるんですよね。あの人のポートフォリオサイトみたいなの見て、うん、ちょっと見よう。どういうの作ってんのかとかめっちゃ研究してた時期ありました。めっちゃなんか、その、まさにわたかずっぽい、この光の感じとか。そうそうそう、ね。確かに。確かに確かに。ちょっとブラ、なんかこう、ブラーかかってる感じとかも多いです、ね。この人の、あれめっちゃ見てるな、俺。なんかね、見たいな、うん、1ヶ月ぐらいかな、いるのかな。まあ、3週間ぐらいか、1ヶ月ぐらいいるんだよ。めっちゃ長いっす。そう、でも、あの、九州に旅行に行きたいって言ってて、なんか火山とか見たいって言ってて、で、なんか、その九州どこに行ったらいいかとか、あの、なんかその、そういうのを相談受けてて、なぜか。で、九州は、そう、九州、その、なんかその、鹿児島、福岡から鹿児島まで行くのに、何日ぐらい、あの撮った方がいいのかとか、うんうんうん、あとなんか走り屋を見たいって言ってて、どこの峠に行ったら見れるのみたいな感じで、その、うん、俺もちょっとよくわかんないから調べて、その、うん、知らないですよね、そんな、うん、そうそう、なんか走り屋がそのドリフトしてるのを見たいって言ってて、めっちゃニッチな旅行の仕方してくるな。まあ、それでその流れでなんかそういうビジュアルセットみたいなもしできたら、うん、あのやりますって言ってて、でブラックボックス見てくれてたから、うん、ブラックボックスどうって言ったら、うん、そこめっちゃやりたいみたいな感じで言われて、うん、じゃあやりましょうみたいな。めっちゃ見たいな、それは。海外の人って本当くまなくチェックしてくれるから話が分かるっていうかやりやすいですよね。うん、なんかでもちょっとさ、この 3D はさ、うん、3D の人たちとさ、ね、俺やっぱ 2D だからさ、うん、あ、その界隈に確かに、うん、界隈があるかどうか分かんないですけど、なんか 2D、うん、そうそうそう、だからなんか僕は結構逆になんか 2D の作品とか見てやばみたいな、悔しいみたいになる時あるっすけど、あ、確かに 3D だと結構俯瞰的に見れるというか、結構別のジャンルとして見てるから、うん、素直に全員すごいって思う、うんうん、まあそうだな、悔しいと思うよな、同じ分野だったら。そう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 、そう思う。でもあんまりないけどな最近。まあ音楽の作ってる人と一緒ですかね、そのテクノとかヒップホップとかのトラックメーカーもまた、うん、まあ、聞くけどみたいな感じ、うん、
感じだよね。うん、本当そうです。だからもっとなんか、その、イラストっぽい人というあまりでいないから、なんか確かにインスタとかでね、うん、見ちゃうとね、近い人とかの作品を悔しいと思っちゃう。プラス、うん、なんかしらきっと影響されちゃう可能性があるから、俺はピンタレストだけ参考っていうか、インスタあんま見ないようにしてるね、うん、俺。うん。うん、同世代で、同世代っていうか、この、まあ、エイジンとかもそうだし、はい。まあ、ゼシン君とかもあるそうだし、うん。ね。ですな、うん。みんな結構いっぱいいるじゃん。まあ、新田君とか。そうですね。周りに。なんかその、結構、その、なんていうのか、ビジュアルアーティストがこう、充実してるように、俺は見えるんだけど。その、で、みんな仲がいいじゃん。そうですね。まあ、つながり、横のつながりがある。うん。うん、その影響し合ってるのかなって。影響し合ってるっていうか、あるかもしれない。刺激？でもなんか、ほんと、新田くんも喋ってて、いつもなんか悔しいみたいなこと言ってるから、なんか、すごいいいなって思います。キラキラしてるから。いや、ほんと、俺、でも俺は絶対誰にも負けないですけどね。全員競争心みたいなのある。その、うん、みんなのその、なんか競争心みたいなのはある。なんて、それなんかある。なんか、正直ある。いや、ありますね。てか、なんか、普通になんか、例えばこの人の、例えばアビスのデザインとかも、てか、この人のジャケットとかも、なんか近い、わたかつとかがやってたとしても、あ、俺やりたかったな、みたいなのはあるかもしれない。悔しいみたいな。負けんどこみたいな。そう、そう、多分ね、それみんなあるよな。うん、ある。別に仲悪、嫌いとか、仲良くするのやめとくとかない、うん、ないじゃん。多分。あ、それはないな。うん。だけどやっぱ、うん、そうだね。俺、多分基本的に、俺制作意欲って、俺の、うん、俺だけかもしれないけど、基本的になんか、嫉妬っていうか、なんか、絶対負けたくないっていう、あれから来てるから。うんうん。多分それがでかいのかな。なんか。うん、でもその気持ちはめっちゃある。俺も、負けたくねえって思う。確かに、そのみんな、なんか、あれじゃない、そのなんていうか、誰かが突出して、全く次元の違う規模感のことをやってるっていうわけじゃないから。そうですね。うん。だから余計になんかこう、うんまあ、ある意味切磋琢磨だけど、うん。なんかね。そうですね。そういうの多分あるよね。だから、でも結構その 3D のこうタッチに対してはそこまで思わないですね。めちゃくちゃ、俺は。ちょっとやってることが違う。確かに、2D ってマジでめっちゃ広いじゃん、世界が。界隈がまず変わるじゃん。なんかイラスト界隈とかさ。そうね。うん、だからすごいもう充実してるからさ、うんうんうん、でも 3D はあんまもうアマとプロの間がもう広すぎて、うんうんうん、ガスカだからその点で言うと 2D のやつやってる人って結構難しそうだね、うん、でもなんか若い子やっぱグラフィックやってるなんか始めたんですみたいな子も大体このブレンダーを触り出したら、うんうん、確かになんかもっとみんな 2D いてもいいなんか行った方が需要ありそうって思うけどいきなりブレンダーの人が結構多い、うん、そう多いと思う最近は、うん、それこそまたかずとか多分新田くんとかジェリペイとか、ね、ジャクソンカキとかいっぱいだくんとか見て、うん、だと思いますけどね、うん、あそうだからちょっと時間があれなんで、はい、どうしますさラスト1回やりますかやりますか、はい、行きましょうはい、はい、じゃあ OK です終わりますねはいあもしもしはいはいこれ1本で出します？うん多分ねあなるほどでもそうグラフィックのやってる人が増えたねっていう話で昔より話も出ましたおかしいというか何年前このコロナ前とかの時より充実してる感じありますねうんそうそうそうだってうんなんかどうだろうやっぱそうだねアビス始めた直後とか、まあ、それこそ三山くんとか、うん、うんうんでまあ、三山くんきっかけで割と、アビスとしては、そういう 3DCG 的な表現が増えてきて、うん、であとそうですね、なんか、もともとないっすよね、うん、そのグラフィックを、カバーアートのグラフィックを作るっていう、その文化っていうか概念自体なかったじゃないですか。うん。なんか、写真撮ったりとか、そう。それこそ、なんか、描いたのスキャンして、ちょっといじってみたりとか、そういうの多かったけど、うん、3D でやるってのは最近、あれっすよね。そうそう。あと、なんか、その、フライヤーとかでも、動画のフライヤーとか。うんちょっと前からだけど、そういう 3D の CG の表現が増えてきて、そういうのが、アイデアっていう雑誌と、あの、アビスで、なんか連動企画みたいなのがあって、はいはいはい、そのアシッドグラフィックスっていう表現を、うん、特集してて、そのアイデアが。うん、で、その、なんか派生企画みたいなので、アビスで、その、うん、そういう表現をしてる、ビジュアルアーティストのインスタで見つけて、うん、その紹介するみたいな100人ぐらいをっていうのをやったんだけど、でめっちゃいて、本当に。その時はその高岡さんっていうライターの人がこうやってくれたんだけど、はい、なんか結構その時はもう、そういう時期的にはすごいピークだったっていうか、
うん、そうですね。アシッドグラフィックスって本当重くそ流行りましたよ、ね、なんか、うん。僕のあれとしてあんま好きじゃないですけど、なんかカルチャーとしてめっちゃ流行ってるイメージあって。うん、とかそういうさ、リファレンスしやすいじゃん、とにかく、うん。そういうのって流行る傾向にあるなって思ってさ、うん、俺はそれが逆張りが働いてるのか分かんないけど、なんか真似できないものを作りたいっていう逆張りで。そうね、うん。でも多分みんな、それこそいっぱいだとか、うん、中とかさ、そこら辺多分みんなそのマインドがあるかなっていう、うん、俺は勝手に思ってるんだけど。うん、でも本当にそう。でもみんな 逆張り精神だよね。うん、でももちろん音楽作ってる人もそうだと思うし。俺は真似できない。でもそうだな。でも弟子欲しい。弟子ってめっちゃよくない？弟子。俺なんか誰かの弟子、なんか俺誰かの師匠になりたいんですよ。あ、俺勝手に今、さっき言った人気者、見習いの衆を、うん、俺が勝手に弟子として接してるんですけど。うんうん、あっちは思ってるか知らないけど。いや、あっちは絶対思ってないけど。寂しいな、それ。うん、寂しい、寂しい。だから、師匠として接してる。いや、でも全然、その、いるでしょ。その、グラフィック、またかずに教えてほしいですっていう人、めちゃめちゃいるでしょ。いや、俺、それはちょっとなんか腹立つな。なんか、俺が教えたい。いや、本当にグラフィックやってないやつを、うん、お前、なんか、顔覚えやすいから、うん、俺の弟子になるか、みたいに、やってみたい。顔覚えやすいから。いや、なんか、イチローが、その、シューと、もう一人の、その、ミンティモの二人アシスタントいるって言ったじゃないですか。うん。それを誘った理由が、あの、うん、顔覚えやすいやつはどんどん俺らのチームに引き入れていこうっていうあれができたんですよ、ついこの間。顔が分かりやすい人と、覚えやすい。なんか一郎が見て、うん、こいつだって思ったやつを誘うっていう直感だ。別に能力とかも見ずになんか顔覚えやすいから誘ってるらしいんですよ今。おもろ、うん、いや、なんかそれってあるなみたいな、俺の中で、うんうんうん、確かに見た目でなんかピンとくるやつって、うん、大体付き合ってみたら面白い経験と俺何回かあるって、うんうんうん、そういうなんか一郎結構建設的に物事考えるけど、そういうとこだけなんか感覚でズバッていくのとかもおもろいし、うんうんうん、俺もそういうの真似したいんですよね。面白い。それで全然合わなかった事例ないのかな。それで全然合わなかったのは普通にしれっとあ、じゃあペーダーとまたお願いみたいな感じ。そうなんだ。面白いな。でもそれって結構あれかもね、テクニックグラフィックの考え方のかもしれん、うん、デザインの考え方と似てるのかもしれない。いいっすね。今さ、うん、その、まあ、ビジュアルやってる、この、アビスの周りとか、音楽シーンでビジュアルやってる人たち、うん、の中で、ちょっと、一番こいつに負けたくねえみたいなやつ、あれですか？言いたくなかったらあれだけど。負けたくない。うん。結構、こいつには負けたくねえな。負けたくないか。負けたくないっていうか、なんか、うん、悔しい。日本だよね。日本だったら、あんまり、俺と同じ感じでやってる人いないから分かんないけど。そうね。でも、あ、こいつが出すアイディアには絶対勝てないなっていうのは、エイジンかな、普通に。なんか技術とかじゃなくて、なんか、うんうん、絶対俺に出せない空気感みたいなの、うんうんうん、なんかトイレのグラフィックやったりとかさ、うん、まあ、影響されてるとこが違うっていうのもあるけど、なんかおもろいなみたいな。エイジンっぽいじゃん、マジで。そうね。質感、でも結構その質感とかに関しては結構俺のが近いと思う、なんなら。確かにそうなんだ、うん。なんかポップだけど、うん、新しい視点をなんか見せてくれるみたいな、そういう。うん、ポップで気持ち悪い感じがある。チャブっぽいもんな、なんか。うん、技術は絶対誰にも負けてないから、まだ。そうね。そこはエイジンがめちゃくちゃ技術ついた時めっちゃ。そう、マジで多分やばくなると思う、俺。結構なんかやっぱ、順平、うん、順平もなんかすごくない最近。うん。最近の感じめっちゃ素敵ですね。うん、あれ佐久間さん、はいはい。ああ、佐久間さん。いや、聞いてました。いい話だなと思って。うん、ああ、よかったです。はい、なんか、つまんないかなと思って。いやいや、なんないです。なんか、興味深く聞いたんですね。いや、あんなにエイジンがあの、うん、わけわかんない感じで、こう、うん、ちゃんと綿数が喋ってる感じがいい、うん、いいですね。逆ですよね、普通ね。まあ、僕自分で作ってないんです。グラフィック。あ、そうか、そうか。実は、はい。あ、もう、言わんよ、俺。その、嘘つけとかも。すいません。信じてくださいよ、自分のね。そうだね、日本はね、結構、まだまだ、うん、俺も含め、まだまだ低いじゃん、レベルが。そうね、そうね。まあ、全然、これからですよ。みんな若いしね。確かに。いや、でも、そう言われてるとね、若い子に抜かれるから。いやー、うんうん、でも、抜かれるとかじゃない、結構、の次元でやりたいから、よりオリジナルを追求している感じはあるけど。技術で突き抜けるか、うん、隙間産業みたいに、うん、みんなとは違う道を行くかみたいな二択だよね。そうね、そうね、うん、確かに。まあ、もちろん音楽作ってる人もそうだと思うから、本当に。一緒だと思いますけど。うん、いや、面白いですね、なかなか。いい話し会になってしまった。いや、俺マジでめちゃくちゃおもろいこと言おうと思ったけど、いい話し会になっちゃったわ。もっと普
ざけるかと思った。いやもう今から頑張って取り返したら気色になるから、ここからは普通に真面目な話します。ライミンの話とか大丈夫？いやもう今からやったら寒いからね。大丈夫。そっか、そうやな、いろんなね、うん、デザインがありますよね。そうですね、今グリックがありますよね。いろんなありますね、いろんなグラフィックがありますよ。佐久間さんは、はいはい、その最近のこのグラフィックをやってる人たち見ててどう思いますか？うん、いいなって思ってます？いいな、混ざりたいなって思ってます。混ざりたいなと思ってんだ。うん、なんか、うん、俺もブレンダーやろうかなって。でも一応佐久間さんもそのできるんですよね、うん、イラストレーターとかそういうの触ってたんですよね、まあ、うん、使えるけど、うん、そんな別になんか別になんていうんですか、そのイラスト描けるとかそういうなんか突出したものは別にないんで、うん、うん、いやだから本当にみんな羨ましいなって思ってます。本当か？本当ですか？いやでも時代が変わるとじゃない、でも普通に特権じゃない？今のこのグラフィックとかって。うん、うん、な、何が特権？いいパソコン出てさ、うんうん、まあ中はそうでもないかもしれないけど、3D はやっぱさ、そうね、もうどんだけいいパソコン使うかみたいなとこある、あるんだよ。はいはいはい。だから、そう、それは特権だと思いますよ、若い子の。確かに。うん。そうね。確かに。年齢が若い時にそういう環境を手に入れることができる人が多いから、ね。うんうんうん。確かに。今まではもうプロと呼ばれる人じゃないとさ、うん、一流の機材とか使えなかったじゃん、多分昔の、うん。今はもう誰でもプロになれるからね、うん、いいっすよね。そう。うん、それこそそういうね、アプリとかも普通にフリーとかで使えるものが多いから。まあ、教えてる人も YouTube でいっぱいいるし。うん、そうそうそう。確かに。でもそっから、そのね、それ通りにはできるけど、この後自分のね、オリジナルを出す。そう、そこがね、難しいんです。難しい。まあね。聞かれるけど、どうやって出す、どうやって、うん、自分で出せると思いますかみたいな言うけど、聞かれるけどね、なんて答えようって思って。めっちゃ無粋な質問してくれるみたいな。うん。し、わからんなっていう。そうそう。だからそれっぽい、ぽいのは、まあ、結構 いけるっていうかみんな。うん。そっから、その、どう自分っぽさ。うん、オリジナリティみたいなところは、まあ、曲とかもそうだけどね、まあ、うん、でもマジで最初はねそれでいいと思うというか、それっぽいものを作っていいと思う、うん、そうそう、そこで多分気づくから絶対ずっとやってた。てかまだ俺も中も多分あんま自分の中で確固たるあれないよね、うん、ある、うーん、一応なんかそのあのああいうキャラクターの感じをずっと出す、中はわかる、中はわかるな、でも確かにあるけど、でもなんならこれ飽きちゃったらどうしようってめっちゃ自分でそこは心配かも。え、自分がってこと、うん、そうそうそう、この感じじゃなくなったとき、なくなる可能性もあるなって思うっていうか、今はこのキャラクターなるほど、ね、でやりたいけど、うん、なんか飽きちゃいそうだなって思う。俺は毎回飽きてるからさ、うん、なんか飽きちゃうの、いつも自分のデザイン見て。本当、うん、だから毎回悩んでる、頭抱えてる。でも統一、結構統一されてない？その人気者フライヤーとかビジュアルも。それはね、なんかね、あれなんだよね、まあ、マルヒテクっていうか、うん、あの作品の感じとかは毎回変えてるけど、うん、その質感とかを揃えるみたいな。あー、なるほどね。光の感じとかは一緒に。そうそうそう、そう。ああ、確かに。いつも、ほんと、フライヤーとか、うん、人気者のやつ見て、これ消さないって一郎に言ってるけど、うん、いや、ダメだよって言われて、断られて。うん、なんならさ、まあ、ブレンダーもそうだと思うけどさ、こう書いてる、もう最初の辺が楽しいだけでさ、途中からも飽きててさ、完成した頃にはさ、え、そうそうそう。時間経っちゃうともうちょっと違うなってなっちゃうからさ。なっちゃうなっちゃう。もうスピード感も大事よな、絶対。もうそうなっちゃう前に俺も出しちゃおうみたいなのとかあるもん。音楽とかもメロディー書いてるのは楽しいけど、マスタリングがやってる時につまんなくなっちゃうみたいな現象あるし、それみたいな感じで。でもその本当にさっき言ったその成長じゃないけど、あの、はい、過去の作品とかも、うん、やっぱり音楽作ってる人からしたら、そのなんか、なんだろうな、ちょっとそう幼稚に見えたり聞こえたりとかするじゃない。まあ、グラフィックもそうだし、そうですね、恥ずかしくなってきたりとかもするじゃん。うん、でもなんかそれは、まあ、なんていうのかな、その人のその、もうなんかこう、なんだろうな、あの、成長の証だから、うんうん、まあ、うんうん、それはまあ、残してもいいのかなっていうのは、なんか最近俺は自分のその過去の作った曲とかも聞いて、うん、ちょっと前はやっぱりなんかこう、なんかこんなの作ってたんだ恥ずかしいって思うこともあったけど、うん、まあなんか今となっては、まあそれはそのもうちょっとこう俯瞰して見れるようになったっていうか、まあこういうのがあって自分が今作ってるのもあるんだなっていうのが、こうなんとなくこう納得できるようになったから、そんなに前ほどなんか恥ずかしくなくなったっていうか、うん、確かに確かに。クロート作間になったこと。そう、そうだね。クロート作間になったっていうことかもしれない。なんかその過去の作品の
にその自分が今立ってるような感じがするから、うんそうねまあ、そういう土台みたいなものだと考えたら、こんなに、うん。俺まだ全然だな。消しちゃったりするもんな。俺もするけど、消しちゃったりするけど、その気持ちもあるな、ね、そう、だから、多分さ、一生満足しないじゃん。多分自分の作品に。そう、そうだね。なんか自分、うん、俺の性格的に多分、わ、これ完璧だって一瞬では思ってもさ、うん、これいつ見てもやべえなって思えると思えない、うん、自分が。そうね、だからこれはもう向き合っていくしかないのかなって思う、ね、最近、うんうん。そういう作品作りたいですよね、一個。めっちゃ時間かけて。もう一個の作品に時間かけれないんだよな、そうなんだ。飽きすぎて、飽きちゃうめっちゃ。だから多分すごい早いと思うので。でもそれたくさん作るってことでしょ、要は。まあまあそうだけど、だから結構飽きちゃうのかなって思う。その、なんて言うんだろう、消しちゃったりするのかなって思うけど。でもグラフィックってマジでさ、うん、もうさ、昔のさ、横尾忠則とかそういうさ、展示するみたいなじゃない限りさ、ネットとかだったらさ、うん、もう6秒とか数秒で消費されちゃうじゃん。もう、そうね、タイムライン流れて終わりじゃん。うん、だからその消費の速さとかにさ、どんだけ早く抗えるかみたいなのが大事かなって一時期思ってたの。うんうんうん、多分大事だから。うん、でそしたら多分中 の, そのスピード感っていうか、うん、結構いいんじゃない、そういうのって、うん。あ、今の時代には合ってるんじゃないっていうことで。そうそうそう、いっぱい乗っけて、ダメだったら消したりとかもできるしさ。うんうんうん、俺もイラストレーターになろうかな、今から。なろう。俺結構ね、その、なんて言うんだろ う, う、みんなできるというか、余裕ちゃんとかもめっちゃやってほしいんだよな。確かに。もっと、すごい好きだから。なんか、音楽作る人ってすごい音楽的に音楽っぽいなって思うというか、すごいバカみたいなことだけど、エイジンとかも思うんだよ、すごい。なんか逆イベントとかやってみたいな。なんか、普段グラフィックやってるやつが音楽作って、あー、なるほどね。そしたら、そうだな、グラフィック作ってるやつが音楽作るのってめっちゃハードル高いか。うん。まあ、グラフィックやってる子が DJ して、その普段の DJ やってる人が点その作品出すみたいな。そう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 。なるほど。どっちもあってもいいかもね、逆にその。おもろそうじゃない？うん、おもろい。佐久間さん、お願いします。アビスで。企画、はい、お願いします。いやいや。頼まれます。まあまあまあ、まあ面白いと思いますけどね。ますけどね、うん、ちょっと考えてみますね。佐久間さんの、あの、ね、僕の似顔絵とか出していいですよ。いや、もう、あ、そっか、俺描いた。うん、うん、なんか僕の似顔絵描いてくれたんで、一回。パイパーイズデッド。そう、佐久間さんも絵描けるから。うん、何も、何でもできるじゃん、佐久間さん。うん、でも、そう、何でもできるよね、佐久間さんって。すごい。すごいですよ、佐久間さんの絵。すごいですよ。いや、でも、あれだけだからね。あの、桜ちゃん描いたら、めちゃくちゃ不要だったから、みんなに。雑ですよね、あれ、だいぶ、うんうん。ちょっと俺は似てたけど、高橋さん、全然似てなかった、うん。どうですか、なんか、話したい話題ありますか、うん、結構取れたんじゃないですか、でも。そうだね。私、結構パンパンだな。結構真面目な。結構、そうそう、いい話がね、散らばってますね。思ったよ、なんか真面目になったな、急に。それがいい、それがいいのかもしれんな、普通に。いや、なんか、まあ、一発取りだしな。うん。エイジンの時の反動が結構来てるかな。うん、やっぱ、エイジン界のいろんな人からね、こう、聞きましたよって言われましたけど、どうでした、どうだったって聞いたら、なんか頑張ったねとか不憫だったねみたいな声が僕の。いや、エイジンさ、いつもさ、うん、ディスコでやってるラジオの時さ、めっちゃ話すのうまいっていうかさ、うん、ね、そう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 、スペースとかもさ、緊張してたんだろうな、佐久間さんいて。ああ、そういうことか。そうかな、俺からしたらそれおもろかったけど、だから呼んだのにさ、その話すの、うん、あ、できる、エイジン多分できるだろうと思って呼んだのに、なんかちょっと違う感じって出てなかったな、いつものエイジンが。確かに出てなかったな。まあまあまあ。それはリベンジします。僕変じゃん。うん。多分、ヒデとも報われないから、このままじゃ。そう、ね。俺と一緒にリベンジさせて、成仏させよう。そうだね。確かに。これ言ったらまた数がつけますか。そう。もっと、なんなら、また数もなんか、全然喋らすもんない。ロケットランチャーみたいな、の時みたいな感じの。無理です。はい。俺もめちゃくちゃやるから、その時は。うん、今日はたまたまこう、真面目なね、わたかずを引き出して。いや、今日はまあなんかさ、あんじゃん。人気者っぽくて聞きたいだろうなっていう。うん、うん。まだ今日でも、俺の、あれは終了、イントロデュースは。あ、なるほどね。こっからじゃあ、ふざけれるぞっていうことね。はい、こっから行きます。いや、でも、あのね、やった、温まったんだ、方が。そのうち、その、バトルロワイヤル会をね、やろうと思ってて。やろうと思ってんの。バトルロワイヤル。フォークで。そのエイジンと、ワタカズと、うん、あとは、まあ、サイオンジとか。ああ、いいですね。もう急に、あとは誰だろう。いや、わかんない。トクリさん、トクリさん、トクリさんと喋ってみてっす。ああ、だいぶ、そうね、一種格闘技みたいな感じになるの。まあ、そういうちょっとアルティメット会をね、いつかやりたいですよね。やっぱ、まあ、その時は、ちなみに佐久間さん出るんですか？ん？
パクマさんもアルティメットとして出るんですか、うん、いや、もちろんそれは。うん、おぉ。でもその司会みたいな立ち位置でね。審査員的な立ち位置で、パクマさんが。あ、なるほどね。そう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 。俺がだから司会するから。なるほどね。うん、じゃあまず1分、うん、1分お願いしますみたいな。1分面白トーク。マジで。きついじゃん。結構きついよ。まず、そう、ランダムにパクマさんにひらがな言ってもらって、あ、単語言ってもらって、例えば、金魚とか言ってもらって、金魚について面白いトーク1分でお願いします。そんな。そういう感じ。バカきついじゃん。スリリングやな。うん、でもいいんじゃないですか、それ。それ、やっぱ芸人さんはそういうのありますけど、うん、このね、素人、素人ってあれですけど、そういう、素人だけ、そういうね、まあ、逆にやってみるっていうのもいいんじゃないですか。まあ、あんまり、そうですね。ある種、うん、素人じゃないからね。ツイッター芸人的な。ああ、なるほど。ツイッター芸人？いや、ツイッター芸人はね、喋ると面白くねえんだよ。確かに。文章だな。じゃあ。確かに。喋るとおもろくないんだよな。確かに、確かに。確かに。あの、140字内がいいんですね。140字内の身内だけが見れる空間で。確かに、ツイートって読むと面白くないからな、別に。そう、読むと面白くない。あそこのタイムラインに流れてくるからちょっと面白いだけで。うん。確かにな。では、まあまあ、それもね、そういう企画もありつつという。うん、はい。僕次回も出れるんで、うん、でもおいいですね。はい、まあワタカズちょっとワタカズエイジン動物界ちょっともう全然ありなんじゃない？いや俺も、うん、俺結構頑張ったよ。ロケットランチャー、ロケットランチャー、まあ、はい、エイジン そうだね、動物界とかもあるじゃないですか。そういえば一個聞きたいことがあるんですけど、はい、あのツイートするときになんか気をつけてることってあるんですか？ああツイートするときに気をつけてること？うん。ポリティカルコレクトは気をつけてます。気をつけてます。いや気をつけてます、気をつけてます、本当に。あ、そうなんですね。炎上はしたくないからね。ああ、そうですか。そう。あ、私思ってないし、ね、そういう差別の、うん、なんつうの、ポリコレのあれとかね。うん。うん、いや、そうですね。ガチで答えていいのよ。その、佐久間さんもそのギャグで言ってるから。いや、無理無理、出てこない、出てこない。あ、ね、あそこ一回真面目な話したら出てこない。出す気もない。ポリコレに気をつけてますね、じゃないの。ちょっとこれ、うん、びっくりしちゃった、ね、うん、ね、ちょっと急になんかちょっと急にポリコレとか言うから喋りづらい感じ。いやいやいや、そうやっていじめるからエイジンも萎縮したんだよ。2人がそうやっていじめるから萎縮困ってきた。萎縮はしなくない？うん、ね、してないよ。なんなら全然いじめられてて俺らいやまあでもはい、まあ、面白回だったらやりますよ、僕も面白く。ああ今の思うかも。てか別に今回面白くないみたいな感じになったけどさ、多分面白くなくないよ。うん、うん、興味深い。違うね、面白いですから。え、告知とかありますか、渡和さんは。告知、あ、じゃあ、はい、6月11日に、はい、あの何かしらやるんで、とみんな挙げといてください。あ、言って、うん、それは日付は言っていいんですか。あ、日付ははい、都内で、うん、気持ちがってことですね。はい、そうですね。あ、なるほど。これを聞いた人だけ、聞いた人だけ、うん、特別にということで、はいはい、みんな佐久間さんは告知ありますか。6月3日にあの、はいはい、札幌でイベントをやるので、あ、あのアビスコア、あ、はい、なんで札幌以外の人ぜひ来てください。逆でしょ。めず。あと6月終わるか、終わるか、終わるか。何何何どうしたどうした、どうしたどうした、みんなありがとう。どうしたどうした、そうそうそう、あれ僕らぶっ放した今、もしかして気づかない間に準備してた。佐久間さん告知、告知まだあったよ。あ、告知まだあった、あったあったあった、あるよ、うん、すいません。6月告知いっぱいあるっすよ。6月17に何かやるんで、あの開けといてください。あ、開けときましょう。変な援助のかかり方しとまま、うん、びっくりじゃん、なんか、なんか、ね、なんか札幌以外の人は来てくださいみたいな、うん、あ、なんか変な感じだったんですか。あ、いつかって変なボケ、いや、いやいや、佐久間さんが、あ、なるほどね。また今度高さが悪かった。 俺がちょっと引き金引いちゃったってことですか。あ、やっぱちょっとまた遺恨残っちゃったな。どうせ最後だしな、最後の最後に爪痕残していこうかなって思ったけど失敗したわ。うん、なんか変な爪痕残されたの。ここであのあれ、あのカットとかピーとか全部編集せずそのまま流してください。今かっこいい、はい、かっこいい、はい、なんで、まあ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 、もうもうこれこんな感じですね。フェードアウト中なんで。あ、フェードアウト中、はい、いやー面白い、まあ、じゃあまたリベンジ。あ、じゃあリベンジ、最後だけ、リベンジ、ね、リベンジっていうか、うん、あ、リベンジ、そう、リベンジじゃないよ、普通にもう一回リベンジって、これ悔いないもん、これに今回の出演に。あ、本当やりきってるから俺は、うん、あ、よかったよかった。悔いのなんか悔いとかないから、普通にリベンジじゃなくてまた出ます。、うん
食いとかないかって、うん、ない全然ない食いとかも、なんか侍みたいな感じやな、うん、ね、本当ですよねこの行く時に食いないどうすんの切腹する前よ食いないです食いないですよかったです。じゃあまた話しましょう、はい、機会があれば、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。